本当になんか田舎っぽいイメージを持ってたんですよね。全然中国のこと知らなかったんで。いまだにチャリンコ乗ってると思ってた、天安門で。ああ、なんかそんな感じのなんか車はまあ走ってるだろうけど、こんな走ってるんだとか。あ、トイレは別にそんなにそこまで、僕普通にもうトイレないとこでもしてますから。あ、のぐそしてますから。あと土で埋めてますから。なんか初めてデートするときに女の子とおーいってこう来て、うわーいってましたから。おーいって、うわーいってましたから。どうしたらいいんだろう、これは。顔は可愛いけど。如果跟日本女生交往的话不需要买房。他也说了不要买，他需要钱。钱是重要，钱是重要，需要钱吗？没有钱，没有房，没有车，真的很完蛋了。但是。现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代。一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。大家好，我住在这里的理由，国庆节特别篇，四个日本人的圆桌派。因为我们那个国庆节的时候想休息，所以想到了一个突然的一个策划。他们是我住的新的主人公，然后呢，大家各个自我介绍一下。那从他开始。大家好，我是ジュディ俊斗，駐車場から来ました。仕事は義足を作っています。よろしくお願いします。带一个很奇怪的一个大叔，你为什么带这个？为什么？因为他让我带这个。不是，他自愿的，他自己带过来的。哦，大家好，我是日本演员美浓伦太史，现在在中国当演员，大家请多多关照。大家好，我是和之梦的员工的柚子，好，请多关照。それだけ？还有什么？还有什么特点啊？特点，我的特点，我喜欢吃东西。好，吃货。吃货的。いつ来た？初めて。僕初めて来たのは2006ですね。6年前ぐらいですか？6年前。はい。ようずは？私は8年前かな。8年前。僕は2001年かな。2002年。だからまあ多分全然違うと思うね。2002年の時の中国と2014年の中国全然違うと思うんですけど、どう？一番新人。なんだろう。やっぱトイレの問題。鉄板ネタですね。トイレがどうだった？まずこう。ちょっと汚い、汚いとか。言葉選んだんだけど、やっぱり選びきれなかったっていう。いろいろ選んだんだけど、そのまま汚いっていう。まあ、あとやっぱりその和式多めじゃないですか。え、和式ダメなの？和式無理ですね。でも和式って別に汚くないじゃん、だって。でも距離が近くないですか？自分とトイレの距離みたいな。わかんねえ。俺の年代は別に普通に日本にいた時もあったから、普通に。ここであのちょっと線が。ジュリンホーなんで。83だから。試してジュリンホー。ジュリンホーなんで。どう？トイレは？トイレは別にそんなにそこまで。僕普通にもうトイレないとこでもしてますから。のぐそしてますから。あと土で埋めてますから。いや僕のレベルまで来たらね、相当ですよ。じゃあいい方ですね。トイレあるだけ。トイレすらない。僕の現場は。僕そういう職業なんで。でも最初に来た時はビビったよ。あ、それはもちろん。俺も最初に来た時はその。あのドアがなかったんだよ。それあった？あ、それありました。あるでしょ。もちろん。衝撃じゃなかった？あ、そうです。あれだし。でも本当にドアがないからこうやってしてる時に目が合うんだよ。次に待ってる人が俺の前で見てるわけ。俺いつ終わんのかな。まあいいや。トイレはまあいいか。一旦水に流して。うまいこと言うね。うまいこと言う。あとはなんかある？あとは
なんか僕の想像以上にすごい発展してるというか、本当になんか田舎っぽいイメージを持ってたんですよね。全然中国のこと知らなかったんで。いまだにチャリンコ乗ってると思ってた、天安門で。ああ、なんかそんな感じのなんか車はまあ走ってるだろうけど、こんな走ってるんだとか。あ、それそこまで。いや、道路もこんなに広いんだっていう。あ、全然日本と変わらないじゃんっていうのが最初一番の印象ですね。そう、日本の人、若い人ってやっぱ本当に知らないんだね、うん、中国のこと。未だに90年代とか2000年代ぐらいで止まってるんだもん。それ以外、まあ、なんですかね、女性のなんか脱毛、まあ、これ多分日本がおかしいんですよ。あ、それ俺言おうと思ってたのに取られた。言っちゃいました取られた。一番俺も全く一緒、はい、一番衝撃だったのは、すっげえ可愛い子がいて電車乗るじゃないですか。で、ここ見えるじゃないですか。と思ったよね。なんか初めてデートするときに女の子と、おーいって起きて、うわーいってましたからね。おーいって、うわーいってましたからね。どうしたらいいんだろう、これは。顔は可愛いけど。それは見てない。見てます。見てます。結構気になりますね。気になるよね。はい、もうないで来ちゃってるんで、この年まで。本当は生えてる方が自然なんだよ。だって、まあ、人間だから。そうですよ ね。でももう慣れすぎちゃったから。じゃあ、ヨーズは。私すごい地味なんですけど、ビンタンフルってあるじゃないですか。あれ日本だったらイチゴ1個の飴で300円とか取られるのに、中国だとイチゴめっちゃくっついてるのに10元とかね。初めて来た時は6本ぐらい食べてから帰りました。彼らはこの私たちが普段100円で肉まんしか買えないような額で毎日幸せな思いをしてるんだと思って。結構それが衝撃でした。私は一番よく言われるのが、その中国の場合は絶対に男性側がそのなんか結婚するんであれば車と家をまず買っていないといけない。日本はあんまりそういうのがないっていう、結納金もないし、うん、まあ、日本結構普通賃貸とかも全然あるじゃないですか、ね、いっぱい。一生賃貸の人だって言うし。はい、日本だと。うちの家賃貸なんで、うん、今日本の両親住んでるところ。あ、そうなんですよ。どっちでもいいでしょ。どっちでもいいですね。你看中国的男生都有希望。如果跟日本女生交往的话，不需要买房子。他也说了不要买了。他需要钱。钱是重要。钱是重要。需要钱吗？没有钱，没有房，没有车，真的完蛋了。それで、まあ、でも中国人の女性と結婚したいなと思う。いや、別に中国人に限らず、日本人でも、うん、まあ別に性格が合えば。ここに宛先はこちらまで。现在目的。他的微博。宛先こちら。ビリビリやってます。ビリビリウェイボーやってます。自分の宣伝じゃん。それ不是無事無事に言ったや。実家は米屋です。我的老家是中大名。这不是宣传。写真がこちら。你也算了，剪掉剪掉。可以。中国中国なんかまとまったでかいのが多くない？多いですか？日本はなんかポツ。三連休系だよね。いや、私中国で腹立つのが。振り替え出勤日って何と。あるね。そうで、しかも結局その休みのためにみんな残業とかするから、うん、なんか意味なくない。日本の場合、しかも日本ってなんか休日と休日が挟まってたら間なんかオセロみたいに休みだったりする。なんかハッピーマンデーみたいな。そうそう。日本の方がちょっと良心的かな。あ、そうね。休みは何すんの？ゆえびん食べる以外何すんの？ゲッペ食べて終わりじゃないですか。終わりだよね。まあ、そもそもチョンチュージェを日本人はそんなに重視してない。全く重視してない。あ、もうそろそろチョンチュージェだよね。それはない。言わない。まず言わない。なんかマックの月見バーガーの季節だね。そうそうそう。それは確かに。なんで中国人そんなに重要なの？为什么中国人那么重要？中秋是中国一个团圆那个人。团圆啊，家人住在一起吃饭。やっぱ家族大切にしてるんですね。やっぱ中国人は家族を大切にするんですね。そうですね。だからか。あ、それはいい文化ですね。いいですね。でもやっぱ日本企業の人たちと飲むと、やっぱ必ず女性社員が継ぐ。それも間違いなくほぼ 100% ある。あとなんかラベルを上で、そうなんかなんと右がなんかマナーがすごい細かい。なぜか女性がやるよね。そう、部活の時とかも言われました。先輩から女子がやるんだよって。そういう概念は残ってるんじゃないですか。残ってるね。男の方が強い的な。嫌でしょ。たまに日本人の
ね、上の方いる機会とか、やばい、これ私が継がなきゃいけない場なのかってすっごいプレッシャー感じる。やる継がないけど継がねえんだ継がねえんだ、まあそれでいいと思うよ。もし中国の女性にそれやれって言ったらめっちゃ怒られるよ。パーンって言われる、はって言われそう、うん、なんか酔っ払ってる人が少ないような気がする。中国の確かに日本の丸酔いしてるやつヘロヘロしてるやつ多いじゃん。でも丸シャル没怎么看过这样子。对，我没有看过这样。对，因为中国人朋友一般都是走的时候一般都是会啊带走啊。日本じゃあれなんですかね、あの冷徹なんですか、そうだ、いくら帰っていいよって。そうそう、大体こう結構見ますよね、結構見ます、終とかすごい。中国タクシー安いから結構みんなタクシーで家まで帰ったりとか。そうか、それかそれかもしれない。日本はやっぱ終電逃したらもうどっかで飲み続けなきゃいけない、待ってるか寝てるか。あ、それあるかもしれない、それはある。すごい僕こっち来てやっぱ変わりました、ね、変わりました。こっちにいる時のなんかヤスの方が明るくなったって言われます。気にしなくていいというか、うん、どう見られても、もともとよそもんじゃないですか、うん、まあ何言っても別にバカにされることないよ。ないです。日本だったら大体変な目で見られるでしょ。え、何やってんのこの人、空気読めよとか、何だこの被ってんの、言われます。言われるでしょ、サボいよとかみんな言います、ね、つまんねえから取れよとか。そう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 、ようぞ。変わったこと、知らない人と喋れるようになります。結構無意識に店員さんとかおばちゃんに話しかけるようになっちゃってて、最近なんかあと例えば道が分かんないってなったら、日本人だったら多分自分の地図見たりするけど、中国めんどくさいからね、ちょっとこれどこみたいな、おばさん臭くなったおばちゃん力が上がったかもしれない。もともと日本にいた時は結構引っ込み思案だった。あ、もう全然なんか店員さんに話しかけられたくないから、あのイヤホンつけて、なんか聞きませんよみたいな感じで買い物するタイプだったんだ。典型的な日本人の女の子だね。え、これどれ一番売れてます、この色人気ですかとかやっちゃう最近は。いいじゃん、いいことだよね、めちゃめちゃいいじゃん、いいことだよ。私中国に住んでてとかやっちゃう。あ、やっちゃうんだやっちゃう今、感じで。差不多了吧、差不多了。今天的四个日本人的圆桌派到此为止。那长假快乐，长假快乐，快乐，拜拜。わかんねえから。これも言いとかないと。拜拜，拜拜。大家好，我是维诺伦泰。我识讲广东话啦，我系识讲泰马，沙迪加，广州亚斯卡。我是朱棣雄哥，金东关家。你好。得意な言語は日本語です。我们在 YouTube 新开设了会员频道，打开和之梦官方频道主页，点击加入，每月仅需290日元，即可享受我驻会员加长版视频以及专属福利，快来加入吧！